帰り。マフタついてる。何でしょう。どうでしたか。どうでしたか。うん、今日は3年生最後の日でしたね。うん、悲しかった。ちょっと悲しかった。うんうん、ちょっと。ちょっとだけ。うん、泣かなかった。うん、昨日あれでしょ。なんかお別れ会みたいなのやったんでしょ。だ。どんなことしたの。先生に手紙書いてたじゃん。渡した。うん。最後にね。うん。は終わりの会、終わりの言葉の人たちがね。うん。先生前に来てくださいって。うんうん。言って、うん、お手紙を出した。そうなんだ。先生喜んでた。うん。うん2枚 ?2 回書いたんだよね。先生にお手紙ね。うん、1枚は文字で2枚が、うん、なんか森と絵。うん、どうでしたか？今日で今日で3年生終わりますね。はい、終わってしまいましたね。はい、どうですか？早かった。あっという間？あっという間。そっか。それでさ、うん、4年生、うん、また 3組になってほしい。あれ？ 1 年からずっと3組だっけ。1年3組、2年3組、3年3組、4年生も3組。あ、通知表もらってきた？うん、そうだ、通知表見なくちゃ。通知表はね、見る？見ますよ。意味ね、算数ね、うん、全部丸。おー、算数苦手。苦手なのね。しょうがない。図工は？図工よかった。全部20。体育1個丸あった。あ、ほんと。縄跳びダメだったもんね。意味、うん、縄跳び苦手だったもんね。でも3回ぐらいできるようになったんだ、うん、そうだ、二重跳びね、全くできなかったのにやっと3回ぐらいはできるようになったね。コツつかんだ。うちの学校ね、縄跳びに力を入れてるからね。縄跳びはちょっとね、5年生もね、縄跳びの演技ね、うん、運動会でしょ、うん、そうだよ、だから頑張んないと。マラソンじゃなくて縄跳び。そう、うちの学校マラソン大会とかはないんだけど、珍しくね、縄跳びはあるんだよね。そう、大会とか運動会でも5、6年合同でなんかね、組体と合体して縄跳びでやるみたいな、かとりあえず縄跳びがすごい力を入れてるんだよね。頑張って、縄跳び頑張る。ね、はい、ということで今日は午前中で帰ってきたんですけど、はい、10時半下校という早い時間に。で、しほちゃんが6年生だから、しほちゃんあと1時間後に帰ってきます。なんか机とかなんか移動するのをしなくちゃいけないとかって。やっぱ6年生になるとね、いろいろ学校のお手伝いしなきゃいけないから大変だよね。落ち葉掃きとかしなくちゃいけない。ねえ、そうだよね。めっちゃ朝早くから。そうだから、6年生になると朝早く行くことがめっちゃ増えるらしいですね。うん、うん、はい、ということでね、じゃあしほちゃんが帰ってきたらお昼を食べましょう。でね、今日はね、1時からちょっとお友達、引っ越したお友達と、あとたくさんのお友達でちょっとね、まあ、あのお別れ会的な、まああの外でやるんだけど、もちろん、はい、みんなでちょっと遊んだりねしたいと思います。はい、はい、じゃあ3年生お疲れ様でした。4年生も頑張りましょうね。頑張るよ。はい、じゃあ通知表見せてもらおうかな。じゃあね。あら、キロンちゃん。そんなところに座って可愛いね、相変わらず。キロン、どうしたの？コロンちゃんは？キロンちゃん、何してんの、そんなところで。カミカミしてる。キロン待ちだよ。シロンが焼き餅焼くのすぐね。コロンを構うとシロンがね、焼き餅焼く。ねえ、ジランちゃん。ジランちゃん、かわいいよ。コロンもかわいいよ。
キロン立ってる時にね、お腹撫でるとね、うん、落ち着くんだよ。そうなの。でもご飯の時は落ち着かないけど。確かに。キロン。キロン、キロン、キロン、キロン。キロン、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 キロン。何がね。